祝るとはほど遠い、ただのお菓子パーティーだったよ。まあ普段できない食べ方なんかもできましたし、これはこれでいい経験になったのではないでしょうか。あんな風にチーズケーキ食べたの初めてだったよ。フォークで食べるのとは違うドキドキがあったっていうか。ああいう食べ方は今回限りにした方がいいわよ。行儀が悪いのは本当なんだし。次は何をすればいいのでしょう。悪いことというと他には、このヨハネがリトルデーモンとしての正しい振る舞いをレクチャーしてあげるわ。これであなたたちもプラチナリトルデーモンに昇格よ。そういうの本当にいいから、変な肩書きつけないでよ。変って言うな。皆さん、まだちょいワル計画は始まったばかりです。気合を入れて次のステップに進みましょう。何をするかもう決めてあるの？はい、ちょいワル計画第2段階、他人のバイクで街を爆走です。バイク？私たち免許持ってないけど。それだけじゃないわよ。他人のってまさか盗むの？いくらなんでもそれはやりすぎよ。ご心配なく、盗むわけでもないし、免許がなくても問題ありません。乗るのはこちらです。これは自転車？はい、レンタルサイクル店から借りてきました。これで街を思う存分走り回りましょう。つまり他人のバイクっていうのはレンタルサイクル店の自転車ってこと？紛らわしい言い方しないでよ。もう菓子いっぱい食べた後だからちょうどいいね。移動も楽ちんだしね。よし、これで街を爆走だ。やっほー、早い早い。チカさん、危ないですからもうちょっと端に。わあ、ごめん。2羽いますね。つがいでしょうか。ところで私たちどこに向かってるの？目的地はありません。強いて言えば心の望むまま、風に流された先が目的地です。何にも縛られず自由に行けるところまで行くのもちょいワル道だよ。なんだかかっこいいね。風の吹くまま好きなところへって感じかな。はあ、確かに風に身を委ねるのは心地いいですね。こうして自転車を漕いでいるとまるで自分も風になったような気分になりますね。とても静かで穏やかな気持ち。何者にもとらわれず自由に好きなところへ行く、究極の自由。ちょいワルとは風になるということなのかもしれません。そうです、私たちは何者にもとらわれない風になるのです。わーい、楽しそうで何よりだけど、これただのサイクリングよね。